ヴァンダ・ヴィウコ・ミルスカ、ヴァンダ・ヴィウコ・ミルスカ、1929年1月11日から2018年5月1日は、ポーランドのバイオリニスト、音楽教師、古典的なレパートリーと、現代音楽の解釈で名高く、タデウシュ・バエルトやクシストフ・ペンデレツキらの作品を含む、多くの同時代の音楽の世界初演を行い、現代ポーランドの音楽を世界中に普及させた貢献により、 ポーランド政府から受訓した。晩年はオーストラリア在住で1734年生のグアルネリを愛用していた。父親からバイオリンの手ほどきを受けた後、ウージ音楽院にてイレーナ・ドゥビスカに指示して1947年に卒業する。ブダペストリスト音楽院に留学して、イエネーフバイモンカのエデーザ・トゥレツキに指示して1950年に卒業した。 パリで演奏会を行うと、ヘンリク・シェリングに誘われその訓導を受けた。この間1946年に、ジュネーブで1949年に、ブダペストで1950年に、ライプツヒで行われたコンクールに入賞してから、ワルシャワで、タデウシ・ブロインスキに指示して、ビエニャフスキ国際バイオリンコンクールへの出場に向けて準備を整えた。 1952年12月の本戦では、カロル・シマノフスキのバイオリン競争曲第1番を初めて演奏し、ユリアン・シトコベツキーと準優勝を分け合っている優勝者はイーゴリオイストラフであった。1955年に再建されたワルシャワ・フィルハーモニー協会コンサートホールの落成式でビトルド・ロビツキ式のワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団と共演した。 同歓迎楽団の主席ソリストに選ばれてから、ロビツキの他に、スタニスワフ・ビスーツキや、アントニビットラの指揮者のもと、世界中でこのオーケストラと共演してきた。それ以来、5大陸の50カ国以上で演奏旅行を行い、アメリカ合衆国やカナダにも訪れて熱狂的な歓迎を受けた。1960年代と1970年代には、年間で、 平均100回の演奏会を行っている。1969年に、後の移住先であるオーストラリアで37回の演奏会を行い、高い評価を受けた。1973年には、ジェフリー・パーソンズとの共演により、バイオリニストとして初めて新設されたばかりのシドニー歌劇場でリサイタルを開いた。1976年には、 ロンドンのバーアービカンセンター音楽ホールの落としで、エイディ・ヒラインスドルフの指揮により、ベンジャミン・グリテのバイオリン競奏曲を演奏した。ソリストとしてはこれまでに、世界各地で、ニューヨーク・フィルハーモニックやクリーブランド管弦楽団、ハレ管弦楽団、ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、スコットランド室内管弦楽団、ロイヤル・コンセルトヘボ管弦楽団、 ライプチヒゲバントハウス管弦楽団、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団、シドニー公共楽団などの主要なオーケストラと共演している。また、オットー・クレンペラーや、パウル・ヒンデミット、パウル・クレツキ、ジョン・バルビローリ、ピエール・ブーレイズ、ズービン・メータ、クルト・マズアといった指揮者と共演を重ねてきた。レナード・バーンスタインとは芸術的な意見の相違から二度と共演することはなかった。 室内楽奏者としても活動しており、姉妹のマリアや兄弟のカジミエジュと共に、ウィウ・コミルスカ三重奏団として、しばしばピアノ三重奏曲を演奏している。またクリスティアン・ツィメルマンやダニエル・バレンボイム、キムカシュ・カシアン、ミッシャ・マイスキーラと室内楽の演奏で共演している。ギドン・クレーメルやマルタ・アルゲリッチとは、それぞれの主催する音楽祭でも共演している。 ポーランドの政治家、ミエチスワ・フラコフスキと結婚して二男を設けたが、後に離婚した。息子の内カズトはオーストラリアに移住している。ポーランドで、まだ戒厳令が敷かれていた1982年に、西欧で演奏旅行を行い、最後の演奏を終えると、ポーランドへの帰国の拒否を宣言し、息子の一人であるアルトゥールも西ドイツに亡命した。年に、 ハイデルベルクマンハイムコート音楽学校の学部長に着任してからは、後進の指導にも情熱を注いできた。1999年より、シドニー音楽院の教員となり、2001年2月より、メルボルンのオーストラリア国立音楽アカデミーでも、教鞭をとっている。欧州と欧州の二大陸を行き会、オーストラリアの音楽界に関わりながら、ヨーロッパで演奏会や、 マスタークラス、コンクールに携わっていた。モスクワや東京、ロンドン、ミュンヘン、ウィーン、グラーツ、ハノーファー、ゴリツヤ、ポズナニ、クラクフ、ウチ、ルブリンで開催される音楽コンクールで審査員を務めた。2018年5月1日にこの世を去った。これまでに、グラジナ・バツヤビチのバイオリン競争曲第5番、1951年や、 バイオリン競争曲第7番、1979年、バイルトの表現、1959年、ヤーウグスティン・ブローフの対談、1966年、ペンデレツキの起草曲、1968年、ズビグニエフ・バルニエルスキのバイオリン競争曲、1977年、ズビグニエフ・ブヤルスキのバイオリン競争曲、198年、ロマン・マチェイエフスキの バイオリン・ソナタ、1998年、ブージミエジュ・コトインスキのバイオリン競争曲、2000年の世界初演を行ってきた。1968年より、ニューヨークのコノワ・シュール・ソサイティレコード社のために録音を開始し、そのうちいくつかでは、ピアニストのアントニオ・バルボサと共演した。締めて12枚のアルバムが発表され、1972年と1974年に、 受賞している。この他にドイツグラモフォンや EMI、フィリップスレコードなどのレーベルに録音している。これまで録音されたレパートリーは、アッコーライ、バツヤビチ、バッハ、バイルト、バルギエルスキ、バルトーク、ベートーベン、アウグスティン・ブロッホ、ブラームス、ブヤヌスキ、ダンクラ、ディーリアス、セザール・フランク、ヘンデル、カルービチ、ハチャトリアン、クライスラー、ムソルグスキー、プロコフィエフ、 ラフマニノフ、ラベル、ショスタコービチ、シマノフスキ、チャイコフスキー、ビオッティ、ビエニアフスキなどである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。